あなたは、セントライト記念2019で、構想したものの、ただ着順の通りに評価できない馬がいた。これを見抜けましたかどうも、カロちゃんと申します。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人に意見を発信して、その人の物事の考え方を変えたり、 新たに加えたり、その音を通じて人の現状を良くできる。その人がかっこいいなと思い、そうなりたく、馬券術の発信活動おかげさまで2年と半させてもらってます。競馬ブロガーのカルちゃんです。さて今回はですね、潜在事件2019で着順は良かったんですが、そこでその通りに力を評価できない馬がいたということでお話をしていきます。今回の内容、えー、知っておかないとですね、あとは、この馬はまず来るだろうと、そう思って馬券を買うもん、 その馬が自分が最後に馬券で切った馬に抜かされていく。そんなシーンを見ることになってしまいます。でもこれを知っていればですね、周りが、いや、この馬来るっしょって言って、まあ、どれだけ押している中でもですね、あなたは、いや、この馬は危険な人気者だと言い張り、そしてその馬券に来ないのを見ることができます。そうなることで、 周りが肩を落として、前足になって帰る中でもあなたは払い戻し、しっかりから払い戻しを受け取ることができます。では、そのあるために知っておくべきなのは今回の内容です。何かというと、セントラル的年の3着のザザル。このまはこの3着という着順をですね、素直に評価してはいけないというものですね。はい。なぜそう言えるかというと、今回、えー、セントラル的年、統立のババはもうとにかく中山競馬芝は内側が有利です内側。そこでですね、もう終始、 もう内側を回ってきて、ギリギリバケンナーに絡んだのはこのザダルなんですね。そう、この内を、内が伸びるババでかつ一番枠でずっと内を通って3着。で、かつ4着、5着、6着、7着の外を回ってきてもまと0.1秒しか変わらない。これが微笑なんですね。つまり、ババの恩恵を受けながら0.1秒差しかつけれなかったんです。3着以下の間には。3、4、5、6。 3着がザダルで、その後4着、ルボルグ5着、西野デイジー6着、えー、そしてタガノディアマンテという具合ですね。各場外を回ってきた馬が4着、5着、6着だったんですが、これと0.1秒差しかついてないんです。なので、ザダルはシンプルに言って、その4着はルボルグ、5着は西野デイジー、6着タガノディアマンテよりはっきり言って弱いということができます。ババの恩恵を受けたにも関わらず、それだけの差しかつかなかったということで。 なので、今すぐですね、ザダルというのは、まあ次回はですね、ババの内側がとにかく有利で、内枠に入ったならば買いですが、普通に外足が決まるババの時に出走してきたら、これは決していいです。はい。実際、プリンシパルステークスもですね、春は勝ったものの、この時も3枠だったんですけど、確か。この時も東京芝はとにかく内が伸びる場でした。なので、内枠の、 内枠に入ってかつその時ババのうちがいいという恩恵を受けているだけの構想と現段階ではまだ言えてしまうんですね。なので外出しのババの時にこのまま愛に買うことは危険です。それでは今回は危険な人気馬、危険な構想馬ということでお話をしました。ありがとうございました。なお、最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。愛されて2年半。 1,400人が目からロゴと言ってくださった最新の帯風ゲット禁断バケンズの全貌、秋ケバーバージョン、書きのお察しメラリンクに流します。なぜここで話してないかというと、とても長くなるため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。ぜひですね、動画を見てくださっている間が一番あなたが情報を受け取ろう、受け取ろうという選手ってで馬券今、バケンズのメラ一番ともに入りやすです。なので、まっすぐ書のお察しメラブローリンクの方をクリックしてください。タッチしてください。それでは今回は以上です。ケバブロガーのフロジャンでした。ありがとうございました。